はい、どうも、白熊先生です。今日お話ししたいのはですね、ZOKKというアイドルグループのですね、プロデューサー兼メンバーの大森聖子さんという方がいらっしゃるんですけども、この方がですね、一人のメンバーに対してですね、過剰すぎるパワハラを行いですね、その音声が流出してしまって、今大炎上してるんですね。そしてですね、大森さんっていうのはですね、本来女性ファンがすごく多いんですけども、その女性ファンの方々がですね、めちゃくちゃ落胆してるんですね。それはなぜかというとですね、その大森さんをですね、好きになる女性ファンのですね、ある性質にですね、原因があるわけなんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、その原因からわかるですね、今回の件がですね、いかにですね、悲しく皮肉な事件になってしまっているのかっていうですね、この辺に関して僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずなんですけども、今回起きたことについてさらっとだけ、お話しておきます。ちなみにですね、詳しい内容に関してはですね、僕のこの YouTube チャンネルのですね、前の方の動画でですね、解説してるので、よかったらそっちも合わせて見ていただけると、詳しいことはわかります。あくまでですね、ちょっと概要だけこの動画では喋ります。はい。これ何かっていうと、その大森さんがですね、メンバーであるですね、ZOKKの中のメンバーであるカンナギマロさんっていう、このマロさんっていう方がいらっしゃるんですけども、この方とですね、そのZOKKのことに関してですね、ちょっと意見の不一致と言いますか、考えの不一致があったわけなんですね。でですね、そのことに怒った大森さんがこのマロさんに対してですね、めちゃくちゃですね、大声でグラーってまくし立てですね、ブチギレるっていうね、音声が、流出してしまったんですね。で、怒ってる時の大森さんもですね、かなりですね、本当にね、なんて言うんでしょうね、もうパニックっていうか、なんていうのかな、こう自分のですね、感情がですね、もう一切ですね、コントロールできない人くらいの感じで、うわーって怒りまくるんですよ。もうヒステリックと言いますかね、まさに。あんだこのままみたいな感じでめっちゃ怒るんですよ。で、それに対して、マロさんがですね、めちゃくちゃビビってしまってですね、もうパニックになって大泣きするっていうですね、だからこの大森さんのですね、甲高いですね、もう本当自分が制御できない怒りとですね、そのマロさんがですね、もう本当ね、泣きながらパニックになりながらうわーってなってる姿っていうんですか、この2つの音声がですね、この1個の動画の中でぐわーって流れているっていうですね、かなりですね、きついね、内容となってるんですね。実際問題、この音声はですね、ツイッターだったりとか、そのインターネットで検索したらですね、今いくらでも出てくるんで、よかったら聞いてみてください。ただですね、過去にですね、そういう風に上司だったりとか学校の先生だったりとか親にですね、こういうきつい叱られ方をしてですね、心に傷がある人とかはマジで聞かない方がいいと思います。普通にですね、フラッシュバックとかする可能性があると思います。はい。でですね、そういったことがあったわけなんですけども、今回の件においてですね、特にですね、その大森さんのですね、ファンの女性たちがめちゃくちゃショックと言いますか、傷ついてるんですね。それはなぜかというと、その大森さんのですね、ファンの性質にあるんですよ。で、これ何かというとですね、大森さんっていう方、ファン、この歌手の方はですね、何がすごいかっていうと、まずその女性ファンが異様なくらいに多いんですよね。男性ファンもいらっしゃるんですけども、それ以上にとにかく女性ファンが多いんですよ。そしてですね、その女性ファンがめちゃくちゃ熱いんですよね。めちゃくちゃ熱い。うん。もう この大森さんのことをですね、尊敬していると言いますか、崇拝していると言いますかですね、それくらい好きなファンの方が多いんですよね。でですね、なぜじゃあ彼女らがですね、そこまで大森さんに惹かれるかっていうと、それは大森さんのですね、歌ってくれる歌詞だったりとか、大村さんの発言にあるんですよね。それは何かっていうと、大森さんをですね、いわゆるですね、世の中にいる女性の中で、こう、メンヘラだとか病んでるとかね、言われてる女性たちっているじゃないですか。例えばなんですけども、幼い頃にですね、毒親の元とかに生まれてしまってですね、その親からですね、過度にですね、自分のアイデンティティを傷つけられるようなことを言ったりとか、存在を否定するように怒られたりとかね、そういう子供っているじゃないですか。ね、だったりとか、あと学校でうまく馴染めずにですね、不登校になってしまってる子だったりとか、あとはですね、世の中といいますか、この世間にですね、うまく馴染めずに、心をですね、心がですね、すごい傷ついてしまって、ついリストカットとかしてしまいそうな子っているじゃないですか。実際にしてしまった子とかね。いわゆるそういう子たちがですね、その大森さんに助けられてるんですよね。で、なぜかっていうと、大森さんにもそういう節があるからなんですよ。いわゆる大森さんといえばですね、ちょっとメンヘラチックと言いますか、そういうイメージが結構ついてるんですね。発言だったりとか、あとは曲とかもそうなんですよ。曲と発言から。うん。だからこそですね、その、同じくメンヘラだったりとか病んでたりとか、何かしらにそういうね、その過去にですね、ものすごいトラウマのある女性がですね、自分たちのこのね、どうしようもない傷ついた思いをこの大森さんが歌ってくれてると。で、そこにものすごくですね、共感し、共鳴し、その結果ですね、大森さんのめちゃくちゃ熱いファンになってるっていう感じなんですよね。だから言ってみたら、ファンの女性たちからすると、自分のそういう辛かった感情をね、少しでも和らげてくれるっていうか、自分たちの気持ちを分かってくれるのが大森聖子さんっていう歌手なんですよね。だから、そういったファンの人たちがすごいそこに集まるわけなんですよ。だから言ってみたら、
ですね、例えばなんだろうな、逆のパターンで言うと NiziU さんとかですね、いるじゃないですか、NiziU さんっていうね、なんか、いろんなダンスとか踊ってるね、なんかすごい人気のグループの方いらっしゃるじゃないですか。あれなんかは多分ね、応援してるファンの女の子っていうのは多分すごく明るくて陽気なね、まあ分かりやすい陽キャラっていうんですかね、陽キャっていうのか、そういう方が多いと思うんですね。で、逆に、そう、大森さんのことを好きな方は多分ああいう NiziU みたいな曲をあんまり聴かない方が多いんじゃないですかね。うん。ああいう明るく元気でハッピーな感じの曲っていうよりも、なんかこう自分の中のこうドロドロした部分だったりとか、ね、過去のトラウマから来る心のね、なんか、その傷つきだったりとか、そういうものをですね、赤裸々に歌ってくれたりだったりとか、そこに寄り添ってくれる、共感してくれるっていう意味合いで言うと、やっぱり大森さんみたいなタイプがですね、そういった方からは好かれるんですね。うん。でですね、で、そのですね、ことをですね、頭に入れた上で今回の件を振り返るとですね、実に皮肉な件と言いますか、事件が起きてるんですよ。じゃあ何かっていうと、いわゆるですね、先ほども言った通り、その大森さんのファンって方はですね、自分が子供の頃にですね、学校の先生だったりとか、もしくは毒親とかにですね、ひどい叱られ方だったりとかですね、はい、自分のですね、人間性そのものを否定されるような、そんなきつい思いをね、してしまった人とかも結構多くいらっしゃるんですよね。はい。で、そういった人たちが救いを求めて大森さんの曲を聴いてたわけですよね。でも皆さん今回の件振り返ってみてくださいよね。大森さんがこのマロさんにしたですね、過度なパワハラってまさにですね、まさに毒親だったりとか、そういうね、やばいパワハラ上司そのものじゃないですかね。はい。つまりその過度なですね、毒親だったりとか、パワハラね、上司のパワハラだったりとか、やばい学校の先生とか、そういう人たちに追い詰められたりとか、いろんな経験があった人が大森さんのことを支持したのに、その大森さん自身がそのね、パワハラ気質、毒親気質のあるですね、人間だったってことが今回露呈してしまったわけなんですね。これってどうですか皆さん、すごく皮肉で悲しい話だと思いませんかっていう話なんですよね。うん。自分たちを世の中にあるですね、いわゆるその、そういったね、一種のやばい人たちっていうんですか、はい。そういった人たちから散々傷つけられてきた、世の中の女性たちが救いを求めて聴いていたのが大森さんの曲だったのに、その大森さん自身がこういうふうに裏ではですね、いわゆるその人を傷つけると言いますかね、自分たちを傷つけてきたタイプの、まあ、いわゆる人間だったってことが分かってしまったわけなんですね。はい。まあ、だからこそですね、特にツイッターとかいろいろ今ね、感想がめちゃくちゃ溢れてるんですけど、それを見てるとですね、その部分にですね、なんかショック受けてる方がなんか多いみたいですね。うん。はい。救ってくれると思っていた人が、いや、あなたも向こう側だったんだ、みたいなね、感じなわけですよ。はい。まあもちろんですね、もちろん僕はそのマロさんとですね、大森さんの考え方の不一致だったりとかはあっても仕方ないことだと思いますし、違い人間だからね。はい。で、もっと言うと、大森さんがプロデュースしてるグループの一アイドルにマロさんがいらっしゃるわけなんですから、まあ時にはですね、何か間違ったことだったりとか、そのプロデューサーのね、このこういうグループ方向でアイドルを進めていきたいという方向にですね、マロさんがそぐわない行動だったり発言をしたら、それをたしなめるのも全然ありだと思うんですよ。それはプロデューサーの仕事ですからね。はい。それを放置しておいてみんなが勝手なことやりだしたら、それこそアイドルグループなんて崩壊しちゃうじゃないですかね。やっぱりどういう方向に向かってどういう風に進んでいくかっていう指針はですね、プロデューサーが作るべきだし、それに共感しているメンバーが一緒になって頑張るのがアイドルグループだと思うんでね。はい。まあ、ただやっぱりですね、今回のことに関して言うと、もしかしたらマロさんにも悪い部分があったのかもしれませんけど、にしたってっていう話ですよね。あそこまで言ってしまうと、やっぱりそのなんていうのか、人間としての尊厳とかですね、そういう存在自体と言いますか、存在意義そのものを傷つけるくらいにめちゃくちゃですね、その大森さんがですね、もう切れてらっしゃったんで、ああいう切れ方はやっぱりいただけないですよね。うん。はい。まあ、言ってみたら、ああいう上司がですね、もしかして会社にいたとしたら、間違いなくパワハラだったりとか、そういうのでですね、訴えられたりだったりとかですね、会社の上部にですね、チクリを入れられたりとかするっていう、まさにですね、そのパターンって言いますか。はい。まあ、それくらいですね、異常なくらい切れてたんでね。はい。まあ、だからそう考えるですよ。そう考えるちょっと一個だけ言いたいのが、過去にですね、ゾックっていうのは、まあ、ちょっと変な辞め方をしたグループもちょこちょこいるんですよ。グループと言いますか、メンバーもちょこちょこいるんですよね。はい。まあ、例えば、戦慄かなおさんっていう方だったりとかね、これ去年辞めたんですけど、辞めた後とかもですね、ずっとゾックに対しての悪口と言いますか言ってたんですよ。うん、辞めさせられたみたいな、私は続けたように辞めさせられたどうのこうのみたいなね。はい。で、あの時はですね、その戦慄さんを支持する人もいれば、ゾック側を支持する人もいて、まあいろいろあったんですけども、ただこういう風に約1年後にこういった事件が起きてしまうと、あれってことはこれ戦慄さんもとかね、なんかそういういろんなことをね考えてしまいますよね。なんか、うん。はい。まあ、何にせよですね、この音声が一体どこから流出したのかってこととかでまた話とか変わってくるんですけども、はい。まあ、ちょっとですね、その辺も注目しながらですね、今後も見ていきたいかなというふうに僕は思っております。というわけでですね、今日はこれになります。このシーンですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとコメントありましたらね、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。